はい、本日はですね、3月16日朝6時25分、相場解説になりますけども、昨日はですね、レンジに入ったんで、レンジをブレイクして上の方に抜けるか下の方に抜けるかっていうことをずっと観察していました。ただ、私は1回抜けたかと思ってエントリーしたんですけども、そこではね、抜け切らずにすぐに引き戻されてレンジに戻っていきましたね。その辺をちょっと見ていきましょうか。では画面を切り替えてご覧いただきます。どうぞ。はい、今ご覧いただいているのがデイリーなんですけども、そのデイリーから見てみますとね、こうぐーっと下の方に動いてきたのが、ここで転換点を迎えて急速に上昇してきました。そして垂直トレンドというようなね、そんな形でこういうふうに突き抜けてきたわけですけども、ここで若干 N の字を書いたような形になりましたね。ここが今回のレンジの場所になっています。現場です。で4時間の方を見ていきますね。で4時間なんですけども、上昇がね、こういった陰線と陽線を絡めた上昇と、ほとんど陽線ばかりの上昇とですね、それからソーサートップみたいな形がここにできました。ソーサートップの逆の形ですよね。となるとちっちゃなソーサーがもう一個できてってことになりますけども、ここが私の言うレンジの現場ってやつですね。1時間にしてみるともっとよくわかります。はい、ここですね。ここから始まったものがここにも絡んでいるよってことなんですよね。はい、ではここのレンジとここのレンジで囲まれて、幅はこういうふうになりますね。この幅がでレンジが展開されているということでございます。ピップスにしておそらく70ピップスぐらいじゃないですかね。これだと十分レンジ戦略で利益を取れていくんですけども、私の場合はブレイク戦略だったんですよね。でブレイクしたと思ったのがここだったんですよ。そうすると長い日を出して戻ってきちゃったんですね。まあ、ですんで昨日はちょっと損失を出したんですけども、今日もう一回様子見でですね、これ私はね、やっぱりね、上昇して抜けると思うんですよ。まあ、ですんでもう一回抜けたところを待っていようかなと思います。それが今日のね、結論ですね。はい、ちょっとすいません、画面を切り替えてくださいね。はい、ということで昨日はブレイクしたと思ったら引き戻されちゃったんですけども、もう一回私今日ね、ブレイクを待とうと思います。ブレイクをして上の方に抜けていって109円110円の方向に行くんではなかろうかと思いますんで、天井のレンジ、力点を超えたらですね、大きく上昇すると思われますんで、あそこでね、バイの方でエントリーしてみようかと思います。今日はそんな感じでございます。他の仮説はありません。では行ってらっしゃい。